正しい宗教と信仰から血液型による性格判断などをどう考えるべきか血液型に関する本を読んでみますと統計的なことを主体として述べられていますから等を得ているように思われるところもあります例えば血液型には本質的にそれぞれの特徴があり その現れ方によって長所にもなり短所にもなることを示していますその意味から言えば血液型による判断は迷信とか方法というに当たりませんが血液型判断をもって人生の根本指針を決定したり他人の性格や長短を頭から決め込んだりすることは賢明ではありません仏法では人生を因縁すなわち過去の因と助縁 そしてて未来のののといいう一連の流れの上で捉えていますまた人間もそれぞれ因縁を持って生まれてきます血液型にしても自らの過去の業を因としおののの良心という縁によって決まりますその性格も血液型だけではなく育った環境や教育その人の生きてきた家庭などのあらゆる縁によって違ってくるのです 同じ血液型でありながら、正反対の性格の人があったりするのは、これらの縁や過去からの業などによるものと言えましょう。また、どのような血液型で生まれてきても、干渉を長所に転換し、正しく向上するために最も寛容なのは、生命の根源に作用するところの正しい信仰を持つことなのです。日蓮大聖人は、ただいまも、 一年無名の名神は磨かざる鏡なり。これを磨かば必ず、発商神女の名教となるべし。深く信心を起こして、日夜帳簿に、また怠らず磨くべし。いかようにしてか磨くべき、ただ、南陽法蓮華経と唱えた手祭りを、これを磨くとは言うなりと仰せです。私たちがどのような血液型であれ、また、 どのような血液型の人と巡り合ったとしても、それによって、性格や相性などが決定されるということではなく、正しい仏法によって連馬し、修行していくことが、豊かな人間性と正しい人間関係を築く道なのです。